CD 機の面積奇跡状況に陥る。無冠に終わったバイエルンには、このキム・ミンジェを1年で放出して、シュツットガルトの大躍進に貢献している日本代表 DF の伊藤洋輝を獲得するプランがあるようだ。韓国メディアクスパーズニュースはショックだ、日本人 DF がキム・ミンジェを追いやると見出しを打った記事を掲載。バイエルンがキム・ミンジェの代わりに日本の CD 洋輝伊藤の獲得を検討中だ。シュツットガルトの DF がバイエルンの関心を受けている。内向的な性格だが、スタジアムの中ではヒールになることもできる。実力がないだけでしょ、日本人関係なく放出されるだろう。あ、普通に伊藤関係なく首だな、スケープゴートでもなんでもない明らかな敗因だし。マドリー2戦目の失点はミンジェのせいではないだろう、悪いのはノイアーとツヘルの采配。加速、最高速ともに速いが、切り返しが下手で状況に合わせた細かな動きが苦手。ミンジェって橋岡が CD に専念するとこうなるみたいなもんだよな。伊藤洋、バイエルンキッカーだから信憑性は高い。左サイドバックメインじゃなくて左 CD のオファーっぽいから、これはかなり評価してもらえてるな。ブンデス内でやってるから適応はできてる、あとはマドリーみたいなバケモン選手相手にやれるかどうか。女さんビッグクラブ移籍合意報道のタイミングで文春砲が作動する仕込みしとこ。日本人だったら代表入れる？